新しい農園70日目、10週目ですね。ミニトマトはついにちょっと赤くなり始めましたね。赤いのができております。いただきましょう。えい、これはいいんだよ。これはいいんだけど、秘宝が2つある。まず1つ目の秘宝は、まず写真を見てもらいたいんですけども、はい、ピーマンのね、ここのところの大雨でピーマンがポキッと折れちゃいました。一番育ったピーマンのね、3つあった茎の、こう茎があったのの2本がボキッと折れて1本になっちゃいましたね。1本でもなんとかやっていけるかなと思いますけどね。これでなんかどっちも、植え替えたやつも植え替えてなかったやつもどっちもあんまり変わらない感じの葉っぱの付きになりましたが、で、秘宝2つ目これです。ナスがひでえことになってる。おそらくカッペン病ってやつじゃないかなと思うんだけど、葉っぱがなんか茶色くなってカシャカシャになっております、カシャカシャになっております。こんなではなかったんだけど、一気になんか進んだなという、この1週間で一気に病気が進んでしまいました。雨が降ったのやら湿度が高いのやら、そういう影響なんでしょうけども、これがね、ちょっともしかしたらピーマンにも影響が出ているのではないかという恐れもあったり、でピーマンはまだいいんですけど、まだいい方なんですけど、トマトにも影響が出てる可能性があるんですよね。これね、やばくないか。トマトの方はなんかポテチみたいになってる、葉っぱが。カッペン病でいいのかな、本当に。だとしたら何か手を打たねばまずいのだが、植え替えたトマトなんかも、先週植え替えましたね、トマト。意気揚々と植え替えたのが全ておじゃんです。葉っぱ同様の症状を示している。ちょっとピント合うかな。まずいですよこれは全部抜いた方がいいのかな、このトマトは。ナスもね、ちょっと切ります。これやばい、葉っぱ全部切っていこうと思います。はい、バッサリ切りました。ナスビー切った後はこちら、残骸がこちら。このなんかね、虫がね、怪しい。この虫が、こいつが葉っぱ食ってんじゃないかなと。あと二重ヤホシテントがいる。こいつね、映ってるか、これ。あとこいつ、これが怪しい。二重ヤホシテント、こいつも葉っぱ食ってる。病気かなと思ったけど、もしかしたら病気と虫のダブルパンチでこうなってるのかもしれない。あとどうなるか分かりませんがね。一応葉っぱは取りました。トマトも抜きました。これで一応来週の様子見です。危機に瀕してます。アザラシ農園70日目でした。